こんにちは。いかがお過ごしですか。今日はですね、いつも愛用しているですね、録音再生機器がですね、ちょっと故障してですね、処分することになったので、そのままお別れの動画をちょっと撮っていこうと思います。これ視覚障害者用にですね、音楽を再生したり、録音したり、するために作られたプレックストークという機械なんですけども、この機械ですね、今電源入れましたけどもね、その操作するときに音声でガイドしてくれるんですね。こうやって例えばメニューを選択、録音、この再生ボタンをですね、例えばこう押して、音量20とかですね、音量も教えてくれます。で、この機械で例えば伴奏を流しながら歌ったりもしてましたし、で、音楽活動を始める前もですね、中学校の頃から愛用してましたから、大学の講義をですね、これで録音して、それをですね、家に帰って聞き返して予習復習して勉強するというふうなことにも活用をしてました。で、いよいよこの機械の CD ももちろん入れられるんですけども、その CD を呼び込まなくなったこととですね、あともう、その録音ができなくなった、だから多分中の内蔵マイクがちょっともう壊れてしまったのかな、そういうふうな理由があって、ちょっと実用的にですね、ちょっと使うことが難しくなったということで、この機械の方も処分するというふうなことを決断したわけですね。もう近々燃えないゴミの方にですね出して、処分しようかなというふうに思ったので、このレコーダーを使って、で、伴奏を流しながら歌って、それを動画に撮ったりというふうなことをですねしていましたので、中学校の頃からの付き合いですからね、もう15、6年ぐらいの付き合いになりますのでですね、機械ですけど、本当家族みたいな感じで思っていたところがありますので、非常にちょっと悲しい気持ちにもなりますけどね、やっぱいつかは物というものはね、壊れるものなので、また新しいですね、また機械との出会いもね、あるかなというふうに期待もしながらね、またその新しいね、機械を購入して、また、そこでまた新しい出会いというかご縁をですね、大事にしていこうかなというふうに思います。プレックストーク PTR2 と言いますけど、本当に、お世話になりましたということでですね、ご挨拶をしておきます。で、ちなみにですね、これは、どういうふうにして購入するかと申しますと、もちろん実費でもですね買えるんですけど、ものすごく福祉機器なのでね、高いです。あくまでも、冒頭にも言いましたように、視覚障害者の人たちが音楽を聴いたり、周りのと録音したりとかね、するために作られた機械なんでね。で、区役所とか市役所とかに行ってですね、そこから機械を購入するための費用をですね、助成してもらうことができます。日常生活用具というふうな枠があってですね、役所でその、この機械のカタログを持っていて、で、そしてそのこれの解体ですっていう役所に言えばですね、で、役所の人が買っていいですよと認めてくれればですね、その購入するためのお金をですね助成してくれる、あるいは貸与というですね、こちらの負担額は無料で、役所の方が実際には買ってくれるんですね。それをただでいただけるというふうな便利な施設制度がありますので、またですね、それを活用して新しい機械を購入させていただこうかなというふうに思っております。それではですね、改めて、この機械に感謝の気持ちを込めてご挨拶します。ありがとうございました。